はい、こんにちは、ザ・キャラウェイの島田です。今回プロデュースしたこの作品の曲解説をどんどんやっていこうと思います。この企画の生い立ちなどはですね、LP に、解説書を添付しようと思ってますので、そちらをご覧いただきたいと思います。ここでは曲についての解説を中心にやっていこうと思います。この曲はもともとキャラウェイでやろうと思ってストックしておいたんですけれども、作ったのはだいぶ前なんですけれども、やるタイミングがなくてですね、今回本当そんなタイミングでシンデレラフィットな曲だなと思いました。女性2人組といえばたくさんいますけれども、ウッドビーグッズとかね、バッドドリームファンシードレスとかいますけれども、やっぱりファンシーフェイスグルービーネームがやっぱりイメージ的に一番近いのかなっていう気がしますね。ちなみにアコーディオンはですね、スリーベリーアイスクリームの池水真由美さんにやっていただきました。続いては、マーマーの、マイオンリーワンなんですけれども、ボーカルのマイさんはベルトイヤというバンドもやっておりまして、その前にソロ活動でマーマーとして活動していたんですけれども、10年ちょっと前ぐらいにマーマーさんのレコ初ライブに、ルーシーやキャラウェイで出たことがあって、それのご縁で、今回お声をかけさせていただきました。選曲は若村さんがこれを選んでいただいたんですけれども、舞さんのボーカルがうまくマッチして結果的に素晴らしい作品になりました。楽器は全部僕が、弾いてるんですけれども、ドラムをこの曲だけ唯一生で撮った曲で自宅で録音してしまいました。ちょうど2020年のですね、年の瀬に舞さんがボーカルを撮って送ってきていただいて、本当に可愛くて素晴らしいボーカルで一発 OK で、ミックスにする時もすごい楽で、さすがだなと思いました。ベルトイヤーはシューゲイザーバンドなんですけれども、それとはちょっと趣を変えてポップな感じに仕上げようと思った曲でした。続いては、メイベルの坂本和歌子さんのボーカルの曲なんですけれども、数年前にフィリアレコーズというですね、スイートオニオンズの近藤健太郎さんがやってるレーベルのイベントに出演しまして、僕はスリーベリーアイスクリームのサポートとして出たんですけれども、そこに坂本和歌子さんも出演してまして、その時のライブの歌がすごい素晴らしくて、それが印象に残ってて今回オファーさせていただきました。キャラメイのライブでもお世話になっております、ドラムの神渕大輔さんがその昔、メイベルの、サポートをライブでやってらっしゃったということもあり、このピアノを弾いていただいたというわけです。またブルーベリー中村さんがですね、メイベルの大ファンだということでですね、それもあって、今回和歌子さんに歌っていただきました。ちなみにこのトレーラー動画のこの女の人の絵なんですけれども、これはメイベルの金峰芸の日々というですね、音源の、ジャケットになっております。この曲は唯一ボーカルのレコーディングに立ち会った曲でもありまして、都内のスタジオで、小口さんと僕と和歌子さんの3人で、小口さんにボーカルディレクターをやっていただいて、録音したのがすごく楽しかったです。ボーカルの録音したのは去年2020年の秋ぐらいでしたが、コロナ禍で、よくやったなという感じですね。続いて佐藤です。これはもう完全に大ファンの僕のリクエストです。これは、はい、今活動しているこの世代のバンドの女性バンドの中で、一番好きです。曲はですね、キャラウェイのセカンドアルバム用に、ストックしておいた曲なんですけれども、佐藤さんのためだったらということで喜んで提供させていただきました。佐藤はですね、ギターの3ピースバンドなのでピアノの曲が多分ないと思うんですけれども、ボーカルだけでこう参加していただくということで、ピアノの曲が聴いてみたいなっていうのはやっぱ最初にありました。最初ドキドキしてオファーしたんですけれども、ボーカルだけですかっていうふうに二度聞きされましたよね。
最初びっくりされました。2020年去年の暮れぐらいにボーカルをいただいたんですけれども、最初いただいた時、うわキャラウェイの曲を佐藤が歌ってるっていう感動だけでもやっぱりね、直視できないというか 2,3 日聞けなかったですね。もうファイルを立ち上げることすらできなかったです。それぐらい感動したセッションでございました。次はアドバンテージルーシー愛子ちゃんです。愛子ちゃんとも長いですね。もう20年以上前からですよね。本当に長いお付き合いで、かつては同じコンピレーションに何度か入ったことありますよね。今回声だけご参加いただくということで、こう全く1対1で制作するの初めてだったので、まあちょっと照れくさい部分もあり、新鮮な部分もあり、すごく楽しかったです。このキルジョイズのカバーはですね、やはり中村さんが選んでいただいたんですけれども、最初オリジナルの完コピーっぽくやってみたら、愛ちゃんも僕もいまいちしっくりこなくて、で、Everything But The Girl っぽい感じのボサノバでやったらすごいハマって、愛ちゃんもその年の頃が分からずに、まあこのオケになってクレイロみたいな感じに歌えて初めてしっくりきたみたいでした。愛ちゃんは割と早い段階から声をかけさせていただいたんですけれども、1年前ぐらいかな。その間ですね、ちょっと人生に苦慮していた時期がありまして、愛ちゃんのファイルをいただいたのが今年の3月末のギリギリいっぱいだったんですね。で、愛ちゃんも自分で歌を取ってファイルで送るっていうのが、初めてだったらしくて、その辺を本当に、よくやってくださって本当に感謝してます。最後はひでかさんです。ひでかさんは本当に何もつながりのないところから、飛び込みで、オファーさせていただいたんですけれども、90年代にひでかさんがやってらしたロコホリデイズというバンド、僕がすごく大好きだったので、突然オファーさせていただいたんですけれども、突然にもかかわらずすごく親身に対応してくださって、本当にお優しい方でしたね。この曲はですね、スインギーで、アルバムの最後にする予定で、エンドロールが似合いそうな感じということで、中村さんのご指示がありました。締め切りが結構迫ってましたので、締め切り前にリモートで初めての方と一緒に曲なんか作れるんだろうかっていう不安がすごいあったんですけれども、ひでかさんのその対応とそのスキルで、乗り切れましたね。最後に小ネタとしてですね、冒頭に、逆回転の FSE が入ってるんですけれども、レコードならではのギミックで、それを、逆回転をさらに逆向きに回転させると、ロコホリデイズファンにはたまらない曲がのイントロが流れますので、ぜひやってみてほしいと思います。はい、というわけでですね、解説してまいりましたが、2021年6月12日のレコードストアデーに、リリースされます。ガールコンビ、よろしくお願いいたします。カティリン。